皆さんこんにちは、鈴海です。キラーンシャキーン。はい、今日の動画は久しぶりかよくわかんないけど飲み動画でございます。で、最近結構飲み動画アップしてくださいとか飲み動画が好きですっていうコメント、あのリスナーさんからのお声をいただいてたので久しぶりに飲みたいと思いますって言っても、まああのまた私のバイト先なんですけど、では行ってみましょう。よっしゃ、いただきます。パッパイ。今日のおすすめです。あ、逆さま失礼。いつも動画の時ね、同じものばっか食べちゃうから今日はなんか違うの食べようと思って見えるかな。キンちゃんが来たのかな。あの写真送られてきたの。来た、嘘だ、送られてきた一昨日ぐらい。そうだね、違う、あ、京都に行かないとやっぱ。そうですね、イカちゃんにもあげる。あ、教科書開いてるんですけど、クリスマスに私も眠りについて、でパッと目覚めたら11時半とかで、北京ダックとか、寝ようと思って寝るじゃん。で、帰ってきて、よし、今日勉強しようって起きて、いや、市内にいるよって言って、あ、珍しいって言って、で、その後、うん。うまい。麺食ったらスープなんか。え？そんな大阪無鉄砲じゃん。ずーっと。マグロ。面白いね。うん、だってさ、うん、カズレーザー頭いいし、なんかいい人なんだ。そうなの。ただ倍だからどっちでもいけんだよね。でもさ、浮気してるかもしれない男と。ああ、男と浮気はちょっとさ、女よりきついよね。男の方が嫌だ。だって男に負けたんだって思うんだよ。いやいや、女に負ける方が悔しくない？同じさ、ほら、人類の中で女に負けるのと男に負けるのだってさ。もうさ、違う性別に負けたらしゃあねえって思うじゃん。でもさ、同じ性別の女に負けたらさ、その方が悔しくない？でしょ？でしょ？女と、だって男はもうしょうがないよ、違う生き物なんだから。でも私はその、ごちそうさまでした。また次の動画でね。石焼きも、お芋も。